21歳エロール・チマーマンが第1ラウンドグラブヘイト王からダウンを奪いました。2ラウンドチャンスを迎えているジマーマンです。先に攻撃したいですね、はい、右のハイキック、テクニックもあります、パワーもあります。エロール・チマーマン今度は右ドロー、キックを打ち分けてきます。気持ちで負けちゃダメですね、グラブ選手。ここも前でないと、力な動き、ジャンピングパンチというエロール・チマーマン、引きがいいですよね、ただ谷川さん、ゴールデングローリーまたすごい選手を送り込んできました。そうですね、福永さん、はい、ジマーマンね、第1ラウンドの時は、比較的、ゆっくりと入ったという感じもあったんですけども、セコンドも割とおとなしめだったんですが、はい、いや今のラウンドが終わってからの表情は一変しましたね。何かこう、インターバルの時もね、自信満々で睨みつけてましたもんね、はい。青コーナーサイドは三宅アナウンサーです。もうとにかくこの10年戦ってきたフェイト王座から第1ラウンドダウンを奪いました。自信を持ってこの第2ラウンドに向かっているというエロール・チマーマン。福永さん、はい、対するグラブフェイト王座サイドですけどもね、あのリングサイドには師匠の磯部シファンも見てるんですけど、ここはパンチでいった、そして三宅が飛んでくる、ここはラッシュでいくか、エロール・チマーマン、グラブここは精神力で立っている、攻撃で返さないと危ないですね、受けてしまっています、受けてしまうと危ない、フェイト王座盛り返せないのか。森さんどうぞ。リング下のイソベシさんはねちょっと硬いなという言い方をしてますね、はい、前のバラハリ戦のダメージとかねまだその辺がこう残っているような戦い方だなという言い方をしてますね。赤コーナーサイドは森アナウンサーです。あの6月のバラハリ戦衝撃の KO 負け、そして同じ世代のこのエロール・チマーマンに開幕戦で敗れてしまうのか。3年連続ファイナルに進んでいるグラウブフェイト王座、ただ大ピンチを迎えています。蹴りも出す、ただいつもの攻撃は見られない。ここも食らってきた、右の膝、さらに詰めていく、左の膝、グラウブフェイト王座全く、ここも返せないか、ボディで返していく、エロール・チマーマンの勢い、今年ヨーロッパグランプリを制した男、極真の悲願を託された男、頑張れ、さあ一度ダウンを奪われました。さあ今度は飛び膝、右のフック、第1ラウンドでダウンを1回奪われています。この第2ラウンドでダウンを奪われています。強引なこの右フック、右ペントなんですよね、はい、予選もこれで勝ち上がってきたんですけど、今ねグラブサードがねタオルを入れようとしてるんですけども、フィリオが入れるなと、はい、今そのタオルを一生懸命フィリオが押さえてますね。第2ラウンドは残り10秒です。フェイト王座は耐えなくてはいけない、残り時間ほとんどない、チマーマンの攻撃は続く、フェイト王座はなんとか耐えた。第2ラウンド終了しています。うわ、フラフラです。いやすごい勢いありますね、はい、ジマーマン。のりかさん、はい、このジマーマン今年 K1 デビュー4戦4勝、これだけの攻撃勢いすごいですね。若さゆえの怖いもんなしみたいな、だけど実力も備わってるみたいな、はい、ちょっと本当に刺激的ですね。本当だからストリートファイターのようなね、持って生まれたなんか強さがありますよね、体の強さというかね。テクニックで言えば当然グラブフェイト王座の方が上です。上だと思います、はい、ただそんなテクニックは俺には通用しない、そんな思いでジマーマン。さあ磯部シャンはどんな風にこのフェイト王座の戦いを見るか。だから専門家の人に見てもなんかね強さがよく分かりづらいって言うんですよね、はい、ただ勢いがすごいあるんで、1ラウンド2ラウンドとジマーマンがダウンを奪っています。さあグラブ頑張ってほしいですね。3年連続ファイナリスト、2005年の準優勝フェイト王座、1ラウンド2ラウンドダウンを奪っているジマーマン。さあ第3ラウンドを迎えました。フェイト王座このまま行ってしまうと4年連続ファイナルの道は閉ざされてしまいます。福永さんね、はい、2ラウンドの途中でねグラウベのセコンドの1人がタオルを入れようとしたんですよ、残り30秒のところで、はい、それをねヒリオがね待て待てと制止とね、うん、ヒリオはこの3ラウンド目のグラウベを信じましたね。信じましたか。さあその思いを信じたい、セコンドの思いも、そして極真の全ての人々の思いを背負ってグラウベフェイト王座、この3ラウンド奇跡の逆転をしなくてはいけない。もう1ラウンド2ラウンドで一度ずつダウンを奪われています。
崖っぷちのグラウベフェイトーザ。この辺は精神的な勝負ですね。本当に精神力は極真魂、さあただ攻撃しなくてはいけない、一発逆転、一撃の精神を見せなくてはいけない。グラウベフェイトーザ押しているのはエロールジマーマン。第3ラウンド、さあジマーマンは逆にここは見ていくのか。盛んに声が飛んでいるグラブフェイトーザサイド。2005年の準優勝男としても4年連続ファイナルへの道は本当どうか。右のハイキックが入る、エロールジマーマン右のハイ、スッと出しますねハイキックを。パワーだけではない、何かそんなことを森川さん見せつけているような戦いです。そうですね、今グラブ選手が一発を狙っているのかなと思ってたらそこに入りましたもんね、意外性のある選手です。右の膝、これも重い、どんどん強くなっています。あのヨーロッパ予選よりもグランプリよりもさらに強くなって、この開幕の舞台にジマーマンがやってきています。村さん、はい、試合前から、ね、自信満々だったみたいですね。このグラブ戦も、まあ、君らもナンバー2ぐらいじゃないですか、グラウベって。でもね、1ラウンドでノックアウトできると、その辺の自信で、ね、臨んだみたいですね。もう確実に若い世代がね、はい、こうやってヨーロッパ伸びてますね。そうですね。さあ、オランダからやってきた、まだ21歳です、今年 K1 デビューです。ただ4戦4勝 3KO でこの開幕の舞台、そして3年連続ファイナリスト、グラウベをもってしてもこの若さは止められない。右の復帰、これも難しい。ここでフェイトーザが、フェイトーザがここで向かっていく、反撃の時を迎えている。さあどうか、聞いている、聞いている、残りは30秒だ。さあこれが極真魂、これがグラウベフェイトーザだ。エロールジマーマンも怖い、体を入れ替える。しかし来ましたね、フェイトーザのパンチが効いています。完全にジマーマンの足は止まっている。さあ最大の打撃になるか、グラッと来た、ジマーマン、グラッと来た、フェイトーザ、このラッシュはどうか、あと20秒か。さあどんどん時間はなくなっていく、ブラジルキック当てたいですね。ブラジルハイキックもあるか、どちらの攻撃も止まらない。フェイトーザのチャンスがある、グラッと来た、残り時間はほとんどない、最後の一発にフェイトーザがかける。ここで3ラウンド終了のゴング。最後のグラベは良かったですね。韓国のファンからも惜しみない拍手。いやー、のりかさん、はい、これぞグラベフェイトーザという攻撃を見せてくれました。極真の意地ですね、はい、最後のグラベは、最後の1分のグラベは本当に良かったですね、その前にまずこのハイですよ、すごいですね、まずこれでやはりもうジマーマンかなと思われました。この後ですが、とにかくあの右がめちゃくちゃ強いですね、パンチも、はい、あの蹴りもですね。でもここグラベ頑張ったな、効きましたよねパンチが。そうですよね。さあこうなってくると判定がどうなってくるのか。最後の1分間の本当にグラブフェイトーザの気持ち、そして攻撃は見事なものがありました。さあリング中央、先に右手を上げて、そしてファンを煽るのはエロールジマーマン。一方グラウベフェイトーザは今は静かに判定の時を待ちます。果たして4年連続ファイナルか、それとも横浜へのギブはジマーマンか。1人目はジマーマン、友だけ30点20秒エロチンモメン。2人目もジマーマン、30対26、審判3で取られる、3人とも30対26。ゴールデングローリーの若武者エロール・ジマーマン、なんと初めてのグランプリでファイナル横浜への切符を手にしました。